本日は、中小企業がリンクトインで中途採用を成功させる方法というウェビナーを行っていきたいと思います。皆さんご参加いただきましてありがとうございます。私は進行役を務めさせていただきます、タリスマン株式会社の代表者の森内と申します。タリスマン株式会社はリンクトインのアライアンスパートナーでして採用業務の代行を行っております。その他人材紹介なども行っております。それでですね、本日は中小企業がリンクトインで中途採用を成功させる方法ということなんですけれども、特にそのバイリンガルシニア層の採用について具体例をいろいろこう共有できればというふうに考えております。早速ですが、パネリストの方のご紹介に移らせていただきたいと思います。ユーロフィンジャパンタレントアクエジションマネージャーの溝川哲さんです。溝川さんはこれまでまずキャリアとしては保険業界ですね、その後グローバルの人材サービス会社の紹介事業部のヘッド、そして現職というご経歴です。ユーロフィンの溝川と申します。私の方はもともとエージェント人材紹介会社の方の出身で、人材紹介会社の方で新しい部門の立ち上げと部署のマネジメントをさせていただきまして、その後キャリアをインターナルに移して、現在に至ります。かなりバイリンガル系 の採用なんかもしていますが、どちらかというと中小企業系 の外資系の会社で、ずっと採用をやっております。はい、本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、もう1名ですね、ご紹介させていただきたいと思います。世界7億人が利用するビジネス SNS リンクトインジャパンのアカウントエグゼクティブレイ・ヤンさんです。レイさんは、メーカー就業後に日系外資系の IT 企業で採用担当者をご経験され、そこからリンクトインに、今入られてお仕事をされているというご経歴です。はい、ありがとうございます。私最初の新卒の6年間ぐらいはずっと中小のメーカーで仕事してまして、すごく魅力的なところたくさんあるんだけれども、あまり知られてないところがあるので、そのどうやって中小企業の魅力をいろんな人にお客さんでもそうなんですけども、人材に届けるかっていうのを感じて仕事しています。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここからはトークセッション進めていければと思っております。で、途中でデモもさせていただきながら、実際に LinkedIn でどういうサーチができるとかですね、どういう機能があるのかですね、そういうようなところも見ていければと思っております。はい、まず溝川さんへのご質問なんですけれども、概略をちょっとまず理解させていただくということで、今の採用活動についてお聞かせいただけますでしょうか。私の方は基本的には一応日本でベースイン東京ではあるんですけども、一応グローバルの採用チーム の一員ということで、香港にレポートをしながら、基本的に日本で実は会社数結構多いんですけど15社ある中の、マネージメント層以上を基本的には担当していて、もちろんケースによってはスタッフレベルの採用も担当しているというような状況ですかね。なるほどですね、ありがとうございます。レイさん、水川さんの方から、割とシニア目の、方々の採用についてやってらっしゃるということですけれども、リンクトインとのこの相性みたいなものっていうのはいかがでしょうか。そうですね、シニア層ですとかバイリンガルっていうのはいつもリンクトインの鉄板ネタだったんですね。バイリンガルですと、もともと海外でFacebook と LinkedIn って使い分ける文化っていうのは英語圏に特に多いので、駐在されていた方が引き続き LinkedIn を使い続けて日本に戻ってきたり、その方たちにリーチするには LinkedIn 使うっていうのが一つあるかなって思います。でシニア層ですと、やはりリンクトインって面白いところって、インターネットの媒体って結構年齢層が偏るって言いますか、結構若い人が使っている媒体、もうちょっと Facebook とか今だともう20代はいらっしゃらないとかって聞くんですけれども、そういう塊っていうのがあるんですけど、リンクトインって社会人経験0年から5年5年から10年10年から20年21年以上が ほぼちょうど4分の1ずつなので、5年以上の経験を狙うところでもいいプラットフォームかなとは思います。
なるほどですね。まあ、弊社もあの人材紹介事業部では割とあの30歳から35歳ぐらいがターゲットですけども、私個人的にはいろいろビジネスのつながりで、やっぱり各企業 の, あの代表者の方とかディレクターレベルの方とか、そういうお付き合いが結構リンクトイン上でたくさんあるので、あのシニア層の採用というのは確かにそうですよ ね, ですよね。 ありがとうございます。水川さん、それであの、まあ、リンクトインをこうお使いになられて、実際に採用活動されていると思うんですけども、まあ、どのような形で、リンクトインを使って採用活動をされていらっしゃいますでしょうか。そうですね、今現状は、まあ、担当のポジションによってちょっと使い分けている形ではあるんですけども、一応グローバルでリクルーターアカウントの契約は持ってますので、まあ、リクルーターアカウントを使っていろいろサーチをかけているというような状況です。なるほどですね、はい、そのいわゆる返信率みたいなものですかね、はい、この辺ってどれぐらいですか。そうですね、ざっくりと10% を超えるか超えないか、まあ、10% か20というとちょっと言い過ぎかと思うんですけど、まあ、10% ぐらいでは多分推移していると思います。おそらくいろんな媒体系からすると返信率は高い方じゃないかなというふうに思っています。なるほどですね、なるほどですね。そうすると100、打てばそのうち10とか15とか、はい、まあ、そういうようなイメージですね。はい、レイさん、まあ、いろいろこうレイさんあの立ち位置的にいろいろな企業様の、LinkedIn を使った例えばこういう返信率とか、ね、情報の蓄積があると思うんですけれども、はい、この辺はどうなんでしょうか。一般的にはだいたい平均値的にはどれくらい。日本ですと全体の平均がだいたい 15% で、高い時に 20% なんですけれども、高いんですけれども実はデメリットって言いますか、リンクトインの特徴でもあるんですけども、全てがみんな今転職したいという方ではないので、返信してくれてまずはカジュアルにお話ししませんかっていうところから始まるので、直接の面接につながる率っていうと最初に会うのは会いやすいんですけど、その後からちょっと落ちてしまう、例えば転職媒体と比べるとちょっと落ちてしまうっていうところはあるかなって思います。なので優先的に今転職しているよっていうシグナルを出されている方をどんどんアプローチしていくと、どんどん高い返信率と高い転換率ができるんじゃないかなと思います。なるほどですね、ありがとうございます。水川さんへのご質問なんですけれども、リンクトインを使う上での、まあ、ぶっちゃけそのメリットとかですね、デメリットみたいなものを、まあ、挙げるとしたらどういうことがあるかという質問なんですが。そうですね、メリットとしては、でもいろんな業界の方結構まんべんなく入ってるかなと思うので、いろんな自分のネットワーク作ったりとか、あとはさっきレイさんがおっしゃったように、私の会社もそんなにやはり日本では有名な会社ではないのですし、ちょっとビジネスが特殊なので、そういう場合にはやっぱりこう、まあ、軽くお話しませんかというと結構返信率が良かったりとかします。なので結構そのインメールとかスカウトメールを中心に活動してるんですけども、結構そのバーを下げる、例えばいきなりこう CV を送ってくださいと、レジュメを送ってくださいというのではなくて、まあ、まずは電話でお話をしましょうというような形でやっています。で、まあ、デメリットとしてこれも同じことになるんですけども、やはりその転職潜在層というか、転職今考えてないみたいな方も結構多いので、まあ取り方によってはちょっと時間の無駄というか、今の採用につながらないっていうところがやっぱりあるかなというふうには思います。まあ、あともう一点ちょっと追加をするとすると、当然レジュメほど細かく書いてませんので、お話をしてみると、ちょっと話違う、ちょっとプロファイルが違うなって思う時もまあまああります。ああ、なるほどですね。レイさん、ここに補足で情報ありますでしょうか。はい、そうですね、やはり戦略を立てるときに、まあ、潜在層に向けてどうやって中長期的にアプローチするかっていうのを計画した上で、短期的なところも転職もう健在で今したい人たちにもどんどん刈り取りに行くっていう両方の戦略を同時にやるのがいいのかなって思いますね。なるほどですね、はい、はい、私も実際 LinkedIn に入社するときは潜在層でした
転職しているわけではなくて、あの私の元同僚エクスペディアだったんですけども、オンラインの旅行会社の、うん、あの人があの入社して、でリンクトインでその社員とつながっている人のネットワークって調べることもできるので、うん、あの同僚が今来てるんだけど、あのもしよかったらお話しに来ないって言って、このバックグラウンドにあるリンクトインオフィスのラウンジにコーヒー飲みに来てそのちょっと時間かかったんですが、半年後にリンクトインに入社したっていう状況でした。なるほど、なるほどですね。はい、それでは、ここからより具体的にですね、事例などをいくつか、共有できればなと。あとはデモを、レイさんの方に後で共有してもらいながら、機能についてなどあのいろいろ、見ていければというふうに思っております。はい、まあ今日あのご参加されている方でもうすでに LinkedIn を使って採用を始めていらっしゃるという方結構多かったですね。で中にはまあこれから始められるという方もいると思うんですが、溝川さんの場合には LinkedIn を使ってこう採用に関わるこういうアクティビティを始めたっていうのはもう10年ぐらいになるんですか？そうですね、あのエージェントに入ってたのがまあ10年ぐらい前ですかね。まあそもそもあんまりLinkedIn知らなくて、まあエージェントに入ってあの知ったっていうような形でしょうかね。なるほどですね。なるほど。はい。でまあ最初まあLinkedInのこうネットワークみたいなものってまあもちろんないところからスタートしてると思うんですけれども、はい、この辺の過去の流れも含めてですね、はい、これまでのLinkedInの利用方法みたいなものについて、はい。はい、共有いただけることがあれば教えていただきたいなと思います。そうですね、初めにその LinkedIn を使っていたのは私が担当してた業界というのは保険業界が多かったんです。まあ保険業界を主に担当していて、まあ、ちょっとそこのディビジョンを立ち上げたというところもあるんですけども、結局保険って外資系企業であっても結構ドメスティックなビジネスなので、あまりこう LinkedIn の中にたくさんキャンディデートがいるかっていうのは最近かなり増えてはきたんですけども、あのどちらかというと自分のネットワーク作りだったりとか、あと情報を仕入れる、まあ、外資の保険会社の役員の方たちはほとんど LinkedIn にページ持ってる方が多かったですので、あのそういう方をサーチをしたりとか、まあ、だんだんこうテレを追っていくごとにシニアのポジションもあの、まあ、注文もらえるようになって、じゃあインタビューは誰だっていうのを探したりとか、あとはそうですね、ある業界の方とこうネットワーキングで会いに行くときに、その方の周りのいるであろう人たちの名前を調べていって、会ったときにはこういう方ってどういう方なんですかとかっていう名前が出るだけでもかなり勉強してるなっていう感じで、あどっちかというとリクルーティングというよりネットワーキングでエージェントに行くときは使っていたところが大きかったですかね。なるほどですね。お話をお伺いしていると、もちろん、転職サイトの直接的なそのスカウトとは違って、対象者の方の、コミュニティというかこう世界の中に自分も置いていくみたいな、そういうイメージかもしれないですね。そうですね、ネットワークを作っていってというか、はい、はい、ありがとうございます。レイさん、今溝川さんに、LinkedIn をこう使い出しして、だんだんその業界で自分のネットワークをこう作っていって、活動の範囲をこう広げていく、影響力を強めていくっていうようなところのお話をいただきましたけれども、これに付随して何かレイさんの方でお話しいただけることってありますでしょうか？そうですね、なので、まあ、すでにLinkedIn活用されている会社さ方たちが多いっていうふうに先ほどサーベイで出てきたので、もうすでにご存知かもしれないんですけども、まあ、LinkedIn ってやはり何しに来ているかって言いますと、やっぱ大部分の人って転職っていうよりも情報をいろいろ見てみたいな、同業界でどんな発信があるんだろう、例えば私のお客さんだとあのファストフードチェーンの会社さんで他社さんはどういうことをコロナの中でやってるんだろうっていうのも競合他社を全部フォローしてあの発信しているものを見たり、もしくはニュースを見たり、そこをコメントして、で他社さんからもあのこういうことをやってるよっていうそのコラボを探したりっていうのがあるので、なので普段の生活の中に、使っている情報収集で情報発信しているものなので、その中で
で、いかにして例えば先ほど皆さんがご関心があったその潜在層の人たちに、うん、私たちはこういう会社でこういうことをしている会社なんだよっていうのを、うん、まあ、普段の生活の中に触れるような機会を作るっていうのが多分採用として中長期的にやっていけばいいところかなって思います。なるほどですね。今お話しいただいたことってその次の質問にも絡むかもしれませんけれども、採用活動をこう成功させるためにこう水川さんが意識していること、その中の一つに自社の魅力づけであるとか自社についての整理をしてその話をまあ候補者の方とこうきちっとコミュニケーションされるというようなところもあるのかなと思うんですけど、その辺いかがですか？そうですね、まあ、やはり何でも一緒だと思うんですけど 100% 素晴らしい会社っていうのはなかなかないですので、やっぱ自社のやっぱいいところ悪いところをきちんと把握をした上でかつその両方を話すことで自分の会社を売っていけるのかなって、まあ、採用かなりセールス活動だと思ってますので、はい、LinkedIn なんかを使うとどちらかというとまあ、転職も今探している方もいらっしゃいますけども、ちょっと一歩ステップバックしてリラックスしている方もいますので、なんか長期的にもそういう方と業界のディスカッションしていく中で長くなったりとかっていうケースもありますので、そういうところはやっぱ気をつけながら仕事をしているところではありますかね。なるほどですね、ありがとうございます。今Q&A の方にも、質問を、いくつか入れていただいて、水川さん宛てに日本での知名度が弊社は低いんですけども、どのように候補者に魅力を伝えられますでしょうかというふうに書いてありますが、まあ今ちょっとお話しいただいたことがその内容に近いですかね。そうですね、知名度が低いのはもうどうしようもないんですけど、必ず会社にいいところ悪いところあると思いますので、はい、例えば私の会社で申し上げると、本当に今実は変革期をかなり迎えていて、で会社がいろいろ大きく変わってる時期なんですね。なんで申し上げるのは、いや本当に落ち着いて決められたことだけをしたいっていう方には正直うちは向いていませんと。ただ新しいものを作って、まあ、グローバルでもちょっと初めての試みをしてますので、そういうところで新しいものを作ってみたいっていう人には魅力はあるんじゃないですかねっていうような話し方をしています。まあ、あとはちょっとファイナンスでこれだけしっかりした会社ですよっていう話をします、うん、なるほどですね。なのであんまり知名度の低さを、まあ、マイナスに思う必要はないんじゃないかなというふうには思います。はい、まあ、ちなみにヒロフィンさんは、まあ、本社ルクセンブルクの、検査とかのサービスを世界的に展開されている企業様ですよね。はい、一応売上高でいうと業界では世界2番になったらしいです。あ、そうなんですか。日本で思ってるよりも大きな会社であるっていう。なるほど。そうすると候補者の方も多分びっくりされますよね。お会いされて実際そういう話をこう直接お話しされると。まあ、そうですね、そこはびっくりされるところもあるんですけど、ただここでしっかり伝えとかなきゃいけないのは、日本はまだこれからですよというところは、ただ本社はお金持ってるんで、じゃあ一緒に何ができますかねっていうような話をしていかないとやっぱりギャップが出ちゃうので、なるほどですね。水川さんがどのようにこう進められるかっていうお話今お伺いしましたけれども、それに関連して例えばまあハイアリングマネージャーの方、まあ、いわゆる部門長の方がまあ面接するとかですね、面接じゃなくてまあその前に面談するとかですね、まあ、それが一つですね。もう一つは実際こう話を進めていった時に、転職潜在層の方をだんだんこう転職の方向にまあ導いていって、最終的にオファーをする段階で、最初は潜在層だったからこうギャップっていうか、オファーする段階で困ることもあるんじゃないかなっていうふうに考える方もいらっしゃると思うんですけども、この辺についてはいかがですか？そうですね、私のケースはオファーをするまでにはきっちりと話し込みをしているので、スタートが潜在層であったからといってあまり大きく変わることはないです。困るところはないですかね、はい、なるほどですね、ありがとうございます。レイさん、今のこのトピックでレイさんの過去の、採用経験とかで、例えば転職潜在層の方、最初はカジュアルな面談から、だんだんこう転職するかっていうような形で盛り上がってきてオファーする、で最終的にこうオファー金額が合わないとか、なんかそういうところでよくある、なんでしょう、問題とかチャレンジみたいなものってありましたでしょうか？そうですね、まあ、でも
勝負は最初の頃かなって思ってまして、これはなんか溝川さんと一緒ですね。その辺 そのテクニックというか、まあプロセスというかポイントっていうのはどういうところになるんでしょう。まずはその自分の会社の魅力っていうのを知ってもらう、でそれを言語化 することができるっていうのは多分リクルーターとか採用担当者って必要かなって思ってまして、でそれが、うん、候補者のやりたいこととマッチすることができればその次に活かせる感じで、もう最初にもう好きになってもらうっていうのを何かしらでやるんですよね。なので例えばエンジニアであれば自社の一番すごいエンジニアとお話ししてすごい魅力的だなって感じてもらうですとか、学生さんですともう会社に来てもらってコロナ前ですけれども一緒に過ごしてすごい素敵な会社だなって思ってからオファーをする、もうまずはもう好きになってもらってからオファーを出すっていうのを心がけてます。なるほどですね。水川さんも。そうですね、すみませんちょっと抜けてましたけど、そういう意味で言うとやはりうちの会社も先ほど その知名度が低いのでどうしてもジョブアドとかいろんなところに広告出しても応募があるわけじゃなくて、やはりスカウトメールを使わなきゃいけないと。で逆にスカウトメールを使うとこちらからアプローチをする形になるので、まあ、営業的に言うとやっぱり私どもが一段こう下になってしまう可能性があるかと思うんですよね、うん、だからそこは本当に気をつけて、話をするようにしています。もし私がこう初めに面接というか面談をした後に次に行きたいとでレジュメを出してもらう段階ではもうお金の話をもうそこから話をしておかないと、じゃあ終わった後にいやでもそちらから声かけてきてるのにこれだけしか上がんないのみたいな話になりかねないと思うので、まあ、そこは初めから、はい、そうですね。本日 IT 系の企業様がたくさんご参加されていらっしゃると思うんですけど、 IT はやっぱり、もう取り合いですもんね。ですから、まあ、こういうポイントとかもしかしたらと思ってちょっとお伺いしたんですけれども、はい、ありがとうございます、はい、あと質問もう一ついただいてますね。新卒そうですね。 ありがとうございます。セミナーの本題からそれてしまいますが、新卒採用での活用方法についてもお伺いしたいです、はい、これレイさん多分情報をお持ちでいらっしゃいます、ね、あはい、そうですね、新卒採用でリンクトイン活用を検討している場合はぜひ広告になっちゃうんですけど日経新聞フォローしてみてください。で日経新聞さん非常に学生視点で情報発信をしていまして、リンクトイン今8万人日本の学生さんが登録しているので、いくつかの会社さんがもう学生視点で情報発信をしてエンゲージメントを取っている状況です。で実はリンクトインの会社ページで情報発信しましたら、そこでいいねを押した方、まあ、学生さん含めてなんですけれども、実は足跡が残るようになっているので、例えばいざスカウトするぞってなった時に先にたくさんエンゲージメントを取ってたくさんいいねを押してくれている人を作りますとアプローチしやすい人材プールになるので、例えば新卒採用もしくはインターンを実施するときにお声掛けするのがやりやすくなるので、まずは例えば学生視点で情報発信をしていただいて、その後にいいねを押した人たちをどんどんスカウトをかけてインターンに持ってくるか、もしくは新卒採用のトラックに入れるかっていう2つのやり方があります。で今ですとまだまだ8万人しかいないっていう状況なので、日本の新卒採用をするときはトップ層を例えば50人採用した中のトップの何校からは何人欲しいっていうところでスカウトをかけるやり方と、あと今回バイリンガルのトピックなんですけど、ボスキャリーに行く前に事前にアメリカにいる学生さん、カナダにいる学生さんにアプローチしてお声掛けするっていう2つのやり方が大きくあります。最近はリンクトインの学生の方々もかなり積極的にニュースフィードとかブログとか結構素晴らしいその記事とか書かれてる人たちがいて、うん、負けてられないみたいな。そうですね。でその下に社会人の人またコメントを書いて、私だったらこうするよ、私はこういう経験があったよっていうインタラクションを見てるとすごいいいなって思いますね、コミュニティとして。そうですよね、世界的にはインフルエンサーがリンクトインに寄ってきてると、うん、
思いますし、やっぱりあの LinkedIn がこういう、コンテンツに力を入れている学生の方々も、そういう意識の高い方々がいらっしゃるので、うんうん、そういう意味では本当にこう企業がこの採用マーケティングでどのようなあの情報発信をしていくかみたいなことが、うん、あのこれから求められるっていうか、ですのでこういろいろ実験しながら楽しくやっていくといいかもしれない、うん、そうですね。なのでもうあの就職活動する前からあの面白い情報があるなって思うようにして、そこをフォローしていくと、うん、あのやはりエンゲージしていく学生さんがどんどん増えていくんじゃないかな。なるほどですね。ありがとうございます。はい、じゃあ新卒についてのトピックをちょっと一つ終わったところで、Kiwiさんの方で画面共有していただいて、デモで説明とかっていうのをいただければなと。はい、わかりました。では簡単に5分くらいで、例えばあの新しい営業を探すときに LinkedIn であの一連のプロセスどうやってやるのかっていう簡単にお見せしてますね、はい、ありがとうございます。はい、はい、これタレントインサイトっていう2年前ぐらいにできたツールでして、あの採用する前に扱うことをすごいお勧めしています。なので LinkedIn で今7億人いて、日本で270万人ぐらいいるんですけれども、いざ例えばあの営業の人材を今後どんどん取っていくぞってなった時に、こういう役職の人たちで日本にいる人が大体何人 LinkedIn にいるのかっていうのをまず把握します。大体10万人くらいいるんだなっていうのが、うん、でそのうちこれ LinkedIn のアカウントなので、 LinkedIn がフィードで発信した情報に対していいねを押した人が4500人なので、まだまだなんです私たちもなのでここを中長期的にどうやって増やしたら日本にいる営業のすべての人に会社の情報を知ってもらったかっていうのを中長期的にやっていきます。でスカウトする前に、例えば、密かな人気な勤務地っていうのは、まあ、大阪、名古屋、神戸は人は結構いるんだけれども、あまりスカウトされていないエリアっていうのを事前に教えてくれます。もしくは営業関連のポジションにいる人で日本にいる人は LinkedIn 上で 2.4 年で違うポジションに移っているので、お声掛けするときももしかしたら2年3年ぐらいの人を優先的にスカウトすべきなのかなっていうのが分かります。なるほど。で採用するぞってなったときに各社それぞれ何人いるんだろうっていうのを見ていきます。優先的にどの会社を狙おうかとか、あの、を事前に考えて、で何年目の人を狙ったらいいのかっていうのを考えます。でこれはもういろんなフィルターかけられるので、何年目の人とかどういうスキルの人とか、を選ぶことができるようになっています。さてではお声掛けするぞってなったら、あのリクルーターのツールに飛びまして、溝川様が普段使っていただいている画面に飛びます。はい、そしたらリクルーターの画面に飛びまして、この人たちの一人一人のプロフィールが見れます。でお声掛けするときに先ほどおっしゃっていた、ま、10万人にお声掛けするのではなく、ま、どんどんフィルターをかけていって、何年目の人であったり、今どんな会社にいる人、キーワードがどういう会社なのかっていうのを入れて、フィルタリングした後に優先的に、例えばもうこの2ヶ月で採用しないといけないポジションであれば、仕事の機会に関心ありっていう5700人の人に優先的にお声掛けします、うん、この方たちは30日以内に私転職したいので人事担当者に伝えてくださいっていうフラグを立てている方になります、うん、でこれ30日以内に転職活動をしていないと取れちゃうものなので、30日以内にアクションを起こしている人になります、うん、で次に採用ブランドにエンゲージを、会社ページが発信したものにいいねを押している方が3200人いるので、優先的にこの人たちにもお声掛けしましょう。もしくは社員とつながっている人5000人いるのでお声掛けしましょう。返信する確率が高い人は、あの最近リクルーターの方に返信している方とかありますね、うん、なので優先的にあの会社と何かしらつながり、エンゲージメントが取れている人たちにお声掛けすることができると、あのいくつかの会社さん見てるんですけれども、だいたい返信率倍ぐらいになります、うん、
なので事前にも知ってくれている人、いいねとかを押してくれている人なので返信してくれる可能性が高いのでできます。なので、まあ、短期的に採用するときはここを優先的に使ってどんどんスカウトする。でそうでない方っていうのは先ほどのページにあったこのエンゲージした人材をいかにして増やしていくかっていうところと、あとあのいい人がいたらプロジェクトに保存して転職ボタンを押した瞬間にアラートを出すようにするとかっていう、あのやり方が あります。今あのお話しいただいた中でやっぱりその人事部の方はこの採用 その戦略とか計画についてやっぱり打ち手を考えていかなきゃいけないと思うんですけれども、ではこの一つ目はタレントインサイトですかね、最初にご紹介いただいた、はい、この辺がかなりあのそういうところを助けてくれるというか、その担当者自身の理解にもつながるし、例えばまあそれをこう社内で展開をして今こういう状況ですと、こういうような、うん、打ち手を打ってそれに対してこうだったというような、うん、こう建設的にこうお話できるというところが非常に魅力的ですかね、うん、そうですね。私もあのリクルーターだったのでなんで採用できないんだって言われた時に一番怖い一番怖いあの言葉ですね。でデータを出してほらこういう会社がこういう状況でこういう人たちが何人いるので、じゃあこれぐらい時間いただいたら、うん、何通送ったら大体なあの返信率どれぐらいでっていう建設的なお話になりやすいかなって思います。データタレントインサイトとか別契約ですか？そうですそうですアドオンなんですけども欲しいなこれぜひご相談くださいませまあリクルーターもそうですね、この有料プランですけれども、やっぱりもともとのそのリンクトインよりも、いろいろできることがたくさんあるということですかね。はい、ありがとうございました。そうしましたら Q&A の方に移りたいと思います。ハイリングマネージャーの、について、教育する余裕がなくて、業界経験者を求めていますが実際にマーケットにいなくて困っています、そういう場合ハイリングマネージャーを説得されてますでしょうか、成功エピソードあればお伺いしたいです。これは溝川さん、ハイリングマネージャーとの関わりで共有いただけるお話って何かございますでしょうか？私が今1個やっているのはハイリングマネージャーにもリンクトインページを作らせてしまって一緒に検索かけたりとかっていう風にしています。でそれを見てほらじゃあどこの企業から欲しいの ABC 出してもらって A で検索ほらいないでしょどうします、じゃあ次どうするのっていうものいないのであればっていうような話をしたりとか、そういうあとはまあ本当にリクルーターページ見せてこれでプロジェクトこれだけピックアップしてるけどこれしかいないんだよ、さあじゃあ次じゃあいないのは分かったよねと、じゃあ次どうしましょうかっていうような話し込みをしているっていうような感じですかね。なるほどですね、ありがとうございます。まさになんかさっきのタレントインサイトにもちょっと関連するようなところのお話ですけれども、まあでもやっぱり溝川さんは、ハイリングマネージャーの方とこうゴールをこう一緒にして、まあ、社内もいろいろ巻き込んでやるということで、ダイレクトソーシングにはやっぱりこの辺のことが非常にレイさん重要ですよね。そうですね、巻き込むのが非常に重要でして、最近の成功パターンで私あまり実は聞いたことがなかったやり方で最近成功しているやり方が、まあ、中小企業で30人くらいの会社さんです。で社長さんが実は自らリクルーターアカウントを使っていいなって思っている人をどんどんプロジェクトに入れます、うんうん、でプロジェクトに入れた後にハイアリングマネージャーが見ていい人をピックアップしていきます。この人たちだったら面接したい、そのフィードバックを社長さんがゲットして社長さんが直接お声掛けするっていうやり方をしている会社さんがありまして、それはすごいなって思いました。なんかすごいなって思ったポイントがいくつかありまして、中小企業の社長さんからお声掛けされるとやはり返信率が高いなっていうのはすごい思いました。すごい熱がこもっていて俺の会社に一緒に来てなんか一緒にやらないかっていう、でもうビジョンとかも直接お伝えできて、でかつ呼んだ人がハイアリングマネージャーがちょっと違うんだよねっていうことを避ける、事前にハイアリングマネージャーが事前にいいなって思っている人が来ているっていう、
ことですね。であと3つ目にいいなっていうのが、全社で採用活動をやっていくと採用活動の難しさっていうのを全社に共通で分かって、でかつ、もっと会社的に自分たちの働く仲間を一緒に自分たちで探すんだっていうその一体感が強くなったなっていうのを、うん、その会社さんをサポートしてすごく思いました、うんうんうん、ちょっと特殊なやり方なんですけども。なるほどですね。やっぱりそうですよね、まあ、今いろいろこうオペレーションについて情報共有いただきましたけれども、確かにやっぱりトップから、かけていくっていうのは素晴らしいですよね、うん、巻き込むってことですね。巻き込むという意味で、うん、そうですね、うん、はい。一方で、まあ、実際こうリンクトインをこれから、もっと対応していこうという時に、不安があったりすることかもしれませんけれども、担当者一人でこう何名ぐらい見れるのかなとかですね、そういうような不安もあったりするんじゃないかな。あんまりこうやっぱり他の仕事が忙しかったら、まあ、例えばそれこそ RPO とかそういったところに頼むとかっていうことでもいいのかなと思ったりするんですけどですね、はい。もう一つ来ているのが、いいねの数の多さで記事の出現率は変わりますかということなんですけれども。そうですね、ニュースフィードで出すときって2パターンありまして、オーガニックに広告なしで発信するときっていうのは、そのフォロワーといいねを押した人のつながりが見れるようになってます。もしくはそのハッシュタグをフォローしている人ですね。でその場合一番ベストプラクティスとしては、社員の人たちにたくさんいいねを押してもらうっていうことで、社員のつながりに拡散されるっていうことがあります。で2つ目はもうターゲットが決まっていて予算もある場合、例えば新卒採用するときは日本にいるどういう学生さんに発信するってやりました。それが自動的にその方たちのフィードに出てくるように設定することができます。なので1つはオーガニックで無料でできる分は、いろんな社員とか動員をしていいねを押すとその方たちのネットワークに出ます。でもう1つは広告を活用して、ターゲットの例えばこの会社のこういうポジションの人、私最近やった広告が金融業界に働いているあなたへっていうメッセージをその方たち のフィードに出させるやり方で、ピンポイントで広告を打つという2パターンのやり方があります。うん、なるほどですね、ありがとうございます。ニュースフィードに、こうコンテンツを上げるときに社員 のタグ付け、うん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 、なんかも非常に有効ですよね。いいですね、いいですね、うん、はい。やっぱりだからリンクトインを恒常的にみんなでこう使っていくっていうようなリードをしていくっていうのも、まあ一つ重要なことかなって思ったりしますけど、いや人事部だけじゃなくて社員が会社の、こう発信しているっていうことで、エンゲージメントとかにも関係するかもしれませんけど、重要なポイントかなと思うんですけど、そうですね、私たち のサーベイでの結果、社長さんがこの会社どれくらいいいんだろう、リクルーターがどれだけいいんだろうっていう時と、社員の方たちが自ら発信しているものを見た時の信じる率っていうのが統計で一度ありまして、やはりオーガニックに社員がシェアしているものっていうのはすごく説得力があって、どういう会社なのかっていうのは分かりやすくなるかなって思います。でそれを活用する方法として、私たち自社リンクトインでもやってるんですけれども、いいなって思っているブログをピックアップして社員の許可を得て会社のページに転載する。そしたらもうまとまった形で、私たちの社員はこう言ってるんだよ、こんなイベントやってるんだよっていうのをもう包括的に見る場を作ることができるようになります。はい、ありがとうございます。はい、今 Q&A 質問が2つ入りまして、外国人バイリンガル人材の採用に対しては日本人採用と違ってどのような手法が良いですか。そうですね、まあ、そんなに基本的に大きく変わることはないと思うんですけど、やっぱり外国でバイリンガルを見るんであれば、まず、ね、リンクトインを見ながらやっていくかなというところではあります。私もその特にバイリンガルはこうっていうのはあまりなくて、でもスカウトメールで全般的に注意しているのは、なぜお声掛けしているのか、こういうプロフィールのこういうところを見てすごくいいなって思ったのでっていうものを注意して書くようにしてます。一部私もスカウトメール受けるときに、全然違うじゃんこれはとかって思うものは結構あるので、意外とあまり
注意されてないのかなっていうのはちょっと思ったりします。なので本当に自分に合っているもの、なんで声かけてきているのかっていうのをちゃんと分かるように説明するといいんじゃないかなって思います。いずれにしてもそういうコミュニケーションをした方が、外国人バイリンガル人材だろうがじゃなくてもそういう方がいいなということですね。今のお話っていうのはこのもう一つの、質問にも関係してくるかもしれません。ダイレクトメールでスカウトすることとつながり申請した後にそのつながりからスカウトするのはどちらが効果的ですかということですが、例えば知らない方をつながり申請するときっていうのは、相手の方でこの人知らないなって思って、この人知らないですってボタンを押すことができるんですね。なのでこのボタンを何回か押されると実はつながり申請ができなくなってしまいます。そのスパムである可能性があるっていうことで止まってしまうので、おすすめとしてはスカウトメールを送るっていうやり方かなと思います。あとスカウトメールを送った5日後だったと思うんですけれども、メッセージもらってるけど返信してないけど大丈夫っていうアラートメールが送られるので、返信しやすくなるかなとは思います。はい、なるほど。あとはもう一つ気をつけなきゃいけないのは、やっぱり私はユーロフィのタレントアクエジションマネージャーというタイトルになっているので、この方と潜在のキャンディドに先につながりができてしまうと、逆に相手の方に迷惑かけるかなって、あっていうのはやっぱり気にはしてるので、私はやらないですね。逆に向こうから来たらもちろんアクセプトしますけど、あれこいつ転職しようとしてるのかなっていうふうにも見られかねない。ああ、私そういう視点持ってなかったです。なるほど。すごい面白い視点ですね。ありがとうございます。素晴らしい。意外とね、つながりの人がなんかつながったりとかするとこうアラートで出るじゃないですか。そこは少し気をつけるようにして。だから候補者の視点でってことですよね。考えないといけないですね。あとはやっぱりさっき言ったように潜在層の方もたくさんいらっしゃるので、ね、人の内容、あんまり外資ではないかもしれないですけど、日系の会社さんだと少し気を使ってあげないといけない。ありがとうございました。はい、最後にですね、アンケートを取らせていただいて、参考になったとおっしゃっていただいている方が、たくさんいます。ありがとうございました。それから今後、今日の話をお聞きいただいて、リンクに登録しているどんなことに関心がありますかということで、そうですね、スカウト方法について、強く関心があると、あとはリンクに登録している対象をどういう方がいるか、転職潜在層の面接の進め方といったことですね。はい、また今後のウェビナーにも活かしていただければと思っております。ウェビナーは2ヶ月に1回もしくは1ヶ月に1回のペースでですね、あといろいろなゲストの方をお呼びして、お話をお聞きしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんまたお時間あれば参加ください。はい、本日は、ユーロフィンジャパンの、タレントアクエジションマネージャー溝川さんに、ダイレクトソーシングの成功事例、バイリンガルシニアの採用、リンクトインの概要機能について、レイさんにお話をお伺いいたしました。自社でですね、採用する人材がリンクトインにどれくらいいるのかとか、そういったことをもっとお聞きしたいという企業様いらっしゃいましたら、ぜひ、リンクトインの、アライアンスパートナーであります、弊社タリスマンまでご連絡いただければと思います。今日のウェビナーはここで終了したいと思います。溝川さん、レイさん、ありがとうございました。